今日も外から帰ってきました。今日は結構冷蔵庫の中が空になってきたので、スーパーマーケットに行ってきたんですけど、まあ、ちょっと冷蔵品が多かったんで、先に冷蔵庫の方に入れてきました。で、まあ、テスコに今日は行ってきたんですけど、クリスピークリームドーナツが置いてあったんで、今日はそれを食べたいと思います。これ3つで5.5ポンドでした。で、ドーナツ屋さんみたいにですね、自分で取って箱に好きなものを3つ入れて持ち帰ることができるんですが、買う時にトングを探してたんですね。まあ、ドーナツってトングで取るもんだと思うじゃないですか。だけどなんか見当たらなくて。で、下の方を見てみたらペーパーがあったんで、なんかこれで取ってみたいな感じで書いてあったんで、ペーパー、油を吸わないペーパーで、そのキッチンペーパーじゃないですね、油、オーブンを焼く時に敷くようなペーパー、紙のペーパーでドーナツを3つ選んで持ってきました。ね、これが、まあ、オリジナル、まあ、あんまちょっとクリスピークリームドーナツあんまり詳しくないんでわかんないんですけど、これがオリジナルですね。で、これが、なんだっけな、よくわかんない、ピーナッツが入ってるやつだったと思うんですけど、で、あとクッキー&クリームです。今日のロンドンは曇りで、夕方からちょっと雨が降ってきて、湿気に弱い髪なのでちょっともうボサボサなんですけど、まあどうでもいいです。じゃーん。テスコはコスタコーヒーのサーバーが置いてあってですね、まあ店内でコーヒーをこう入れるじゃないですか。そうするとそのマシンからレシートが出てきて、で、そのレシートを、まあ、ドーナツとか自分の買いたいものと一緒に持ってって、スキャンにかざして、で、購入するっていう形ですね。日本のコンビニとかだと先にお金を払ってコップをもらって、で、ドリンクを入れるっていう形だと思うんですけど、まあテスコの場合は逆で、まあ、イギリスが逆なのかテスコが逆なのかちょっとまだわかんないんですけど、で、もう今日はコーヒーが飲みたくて外に出たのに、すごく今日は混んでて買えなかったんで、テスコでコスタコーヒーを買いました。けど、やっぱお店でコスタコーヒーを買ってテイクアウトすればよかったなと思ってて、なんかあんまりインスタントコーヒーと変わらない味なんで、今度はテイクアウトで持って帰ってこようかなって感じです。ちなみにコーヒーのマシンから出てくるレシートはこんな感じになってまして、これをレジでスキャンしてお会計をします。がオリジナルです。すごい美味しいです。日本でクリスピードーナツ食べたのいつだろうっていう感じなんで、味は全然覚えてないんですけど、多分日本と一緒の味です。今日は家でパソコンの作業をやるのが煮詰まっていたので、外でパソコンの作業をやろうかなと思って、まあ、目星をつけて出かけたんですけど、すごく混んでてとても座れる状況じゃなかったんで、ショッピングをして帰ってきました。コスタコーヒーのこの蓋がですね、なんか割れるんですよね。コスタコーヒーは結構スターバックスより多いなっていう印象で、スターバックスよりリーズナブルで、でも美味しいコーヒーが飲めるっていう感じのお店です。テスコでこの蓋をつけて帰ってきたんですけど、これ何回か割れてて、ここお会計する前に自分で2回
やり直して、で、お会計した後に、ちょっとセキュリティのお兄さんに結構見られてたので、蓋変えていいですかって聞いて、そしたら、Don't worry とか言われて、で、また蓋を変えに行ったんですけど、また割れてしまいました。レギュラーサイズの蓋、これのはずなんですけど、サイズが合わないですね。長いこと歩いて帰ってきたんで、蓋がちゃんと閉まってて欲しかったです。で、あと今日は家の内覧に一軒行ってきました。結構今日行った家は綺麗で、日本人的にもすごいいいなって思ったんですけど、結構狭い家に5人ぐらいで住むことになるなと思って、結構狭かったんで、何人で住むのっていうふうに聞いたんですけど、また3人ぐらいが住める家かなと思ったら、5人で住むことになるっていうふうに言われて、まあ綺麗なんですけど、5人で住むとシャワーの順番とかが難しいんじゃないかなってちょっと思って、まあ候補ではあるんですけど、ちょっと考えようかなって思いました。でも大家さんなのかどうかわかんないです。多分今日会った人大家さんだと思うんですけど、良さそうな感じの方でいいなと思いました。